もねくらーです。今回はついに買えたものが届いたので開けていきます。テントノートさんっていうお店で今回はお買い物して、テントノートさんは名前の通りペンとノートとあとインクがね、すごく可愛いオリジナルインクがいっぱいあって、多分見たことある人もいるんじゃないかな。つい最近だと3色セットのミルキーカラー、なんだろうな、ラメ入りのちょっとパステルっぽい可愛いゆるふわ系なインクがね出てたりでね、セットで買うとマドラーがついてるやつとかすごい人気でした。そこのお店でずっと欲しかったとあるインクをついに買いました。最初限定で出てて、第1弾が1分でオンライン売り切れで、その時はまだそのインク知らなくて、で第2弾が出た時も1、2分ですぐ売り切れで、その時も買いそびれて、今第3弾の再販なんだけど、限定品じゃなくて定番インクになりました。人気だったから。じゃじゃん、じゃ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 ーん。今回買ったのは夜の森桜っていう限定インクです。開けます。嬉しい。すごい素敵な色のインクで、青っぽいカラーにちょっとピンクが浮き出るカラーなんだけど、ラメも入ってないから、万年筆にも入れられるインクで、私は今万年筆にね、入れる仕事用のインクが欲しくて、仕事のメモとかをするインクが欲しくて探してたところに、これがちょうど欲しいなと思って狙ってました。かわいい瓶。じゃあ試し書きして、色見本表を作ろう。蓋にもシールが貼ってある。楽しみだな。と、桜のカードがついてて、これでね、自分でどの色のインクか、色見本を作って、この瓶にね、つけたりしておくことができます。こんな感じ。これは好きに塗るやつと、お店のカードも入ってました。これも素敵。蛍光ペンみたいなカラー、かわいいな。これも文具ログに貼っておきます。いいな、蓋にもシールがこんな感じで貼ってある。この色ですね。もうちょっと落ち着いた色かな。中の鳥の巣みたいな緩衝材もかわいい。じゃあ、色見本表を作っていきます。試し書きが終わりました。じゃじゃーん。夜の森桜の試し書き、かなり時間がまた経ちましたね。試し書きはすぐ終わったんだけど、太陽光で動画が撮れなくて、かなり時間が経ってる。伝わるかな？動画で。全然伝わらなそう。文字にもちゃんとピンクが浮いてるんだけどな。伝わらないかな？カメラじゃ無理かな？一応ここのグラデの色見本表でわかるかな。ピンクと緑がね、うっすら浮いてます。でね、こっちのページちょっとミスって書き直したんですよ。書き直す前の方が、綺麗に色見本表ができてた気がする。こんな感じのピンクと緑が浮きます。伝わらないかな。残念ながら。なんか、すごく色が出たやつ。持ってくるか。あ、ユポシー、ダイソーで買えるって知ったので、ユポシーにも書いてみました。まずこっち。厚紙に書くと結構ピンク浮きやすいので、こっちにも書いたんだけど。伝わる？すごい。文字の中心にピンクがふわーっと浮いてるんだけど、文字っていうか線の中心？すごくいい色です。いつも使ってる手帳にも使ってるので持ってこようかな。どこが見やすいかな。まあ、万年筆で使ってるので、ここが一番インク入れたてで、それ通りの色が出てるとこなんだけど、どうかな。ピントも合わない。かなり緑が、ここは出てるかな。あとは、万年筆に入れてるとね、煮詰まって色が変わってくるから、できるだけ入れた直後のを見せたいんだけどな。
この辺とかか。この真ん中の、ここの部分ですね。伝わりづらいな。なんかすごくいい色なんだけど、動画とかになるとちょっと伝わりづらい。インスタに載っけたやつの方が、ちょっと加工してるから、本物に色味が近いんだけど、こんな感じで、もうこっちも伝わりづらいかな。ピンクが浮く、すごく綺麗な色味になってます。今回の動画はこんな感じ。まあ、そうね。お手紙企画とかやって、そのインクで手紙を書いて色を伝えるのもいいかもね。まあ、かなりいい色味なので、ぜひぜひ、ペントノートさんのサイトをチェックしてみてください。今回の動画はこんな感じ。私結構万年筆の中身はどんどん変えていきたい派なんだけど、珍しく、夜の森桜は使い終わってからもう一回入れたくて、リピートして入れてます。持ち歩き用の万年筆に入れて持ち歩いてるかな。今回の動画はこんな感じ。まあ、この後もインクの動画とか画材系の動画が上がっていく予定なので、今後の動画もお楽しみに。バイバイ。